反省しました。もうちょっと頻繁にやんないと確かにマックの話はなんかショールームをするたびにしてるような気がする結局エビフィレオだよねって毎回言ってるような気がするんだけど、でもちょっとここに来てガーリックシュリンプのうまさがで、あ、シャメ会の直前ぐらい、シャメ会か、いやー、なんでしょうこの前髪は。もう夏も夏になる前にやってたのにね、もう夏も終わるということでいろいろ最近はありましたけど、そうですね、昨日ね、ちょっと台風の風の音が入るかもしれないです。昨日ね、なっちゃんとジーナがね活動終わったということで、でも昨日お見送りに行ってきたんですよ。お二人の最後の握手会のお見送りに行ってきまして、なんかね、あんなに泣いて卒業公演終わったのに、なんかまだ実感がないっていうか、それラジオでも言ったんですけどね、多分今度ツアーじゃないや、幕張のリハーサルがもうそろそろ始まってくるので、多分もうそこで実感するんだろうなっていう感じがしますね。あ、もういないのかっていう感じです。いや、わあ、なんかそうなっちゃんに、もうすぐツアーてかコンサートリハ始まるんでしょみたいな言われて、うん、始まるよって、リハだけ参加しようかなって言ってた確かに、リハだけリハ参加してってやっぱリハーサルとかその全員集合するっていうなった時に初めて、わ、いないんだってなる感じですね。ねえ、リハだけでも来てよって、しかもリハって結構待ち時間もあったりするから、そこで結構ね、なんか同期で話すっていう感じだったんですよ、リハーサルの相まって。だからうわ、これからはそうで、この間のだから何の時かな、ツアーファイナルとかのリハの時もなんか夏青と3人で話すっていう機会が多かったから、そうかーもうかーみたいなそんな感じですね。もう寂しいですよ、もう寂しいです、悲しいな。でも2人とも卒業公演素敵やったなーって思いますね。なんかそれぞれなんかやっぱいつも思うけど、卒業公演するとそのメンバーらしくなるなって思いましたね。ゆいちゃんのやっぱ最後面白かったし、なんかゆいちゃんって本当に愛おしいなって思ってなんかすごいなんか強がるって言ったら言い方あれだけど、なんかしっかりしなきゃみたいな、そういう真面目なスピーチをしたと思いきや、最後に感情バーって出てお疲れ様でしたって言っちゃうゆいちゃんがね、
すごい笑っちゃったけど、その感情が出た瞬間がちょっと一番グッときた感じがありますね。なんか可愛いなって思って、で素敵だなって。もこれはゆいちゃんにしかできない。本当にずるいよね、あんなに可愛いのにさ、内面まで可愛いなんて。そうで、なんか、まあ、なっちゃんの卒業公演はなんかすごいなっちゃんの情の厚さみたいなのがすごい出てた気がする。やっぱその全チームの、まあ、エレちゃんはね歌唱力で来れなかったけど、ほとんどのみんなと、ほとんどの研究生の子たち以外の子とたくさん絡んでっていうのが なっちゃんらしいというか、そのメンバー思いの感じがね。本当はなっちゃんはやっぱり卒業コンサートがねできたら一番良かったんだけど、どうしてもでね、なかなか難しかったっていうのもあって、じゃあこれぐらいとびきり豪華に劇場で送り出そうっていうなスタッフさんの気持ちもたくさん入った、めちゃめちゃ素敵な公演だったなって思いましたね。ね、卒コン本当にできたらよかったんだけど、めちゃくちゃ素敵な卒業、2人とも素敵な卒業公演で、はあなんか素敵でたくさん愛されてたメンバーだったなって改めてね感じましたけど、でもあんなに素敵な卒業公演をしてあんなに感動したのに、やっぱりまだ実感持てなくってね、なんか不思議なもんですよ。それで、で昨日お見送りもで、最後の日に会えないなんておかしいと思って本当は行かなくてもいいというか、スケジュールに入ってなかったけど、おかしいじゃないかと思って2人に会いに行って、福岡タワーのね点灯まで一緒に見て、なんかまた泣きそうになっちゃった。なんかそれで最後ふと福岡タワーをね見終わって、でその帰る時に帰る方向が違ったから、わーってその帰る方向違う、その別れる時に自然と、まあ、リコちゃんも来ててハグして、手ぎゅーってして名残惜しかったな。全然会えるんだけどね、まだ全然会えるんだけど、なんか不思議な感じしましたね。なんかでそれで帰りながらリコちゃんと、え寂しいねってなって、なんか本当に寂しいかもしれないみたいなで寂しいなってなったけど、とはいえまだ実感もなくあーって不思議な感じでしたね。うん、ねえ考えられないな、2人だってよ、千織はいるけどねHKT としては2人ね、え思ってた最後の2人に残ってるって下野本当に思ってなくて、今とってもびっくりしているし、信じらんない。大変だよねみんなも本当に大変だよねっていうのは、こんなに長く応援するとみんなも思ってなかったよねでもね、下野は13歳で入ったじゃん、だから入った時はね、これ簡単にだけど 10年やっても23って若い方だと思うから、意外といけるんじゃないかなって入った当初は思ってたんですけど、
まあ、実際やってみるとやっぱ続けるっていうのは非常に大変、まあ、やめるのも大変だけど続けるっていうのも大変だなって思って、まあとか言いながら10年を軽く超えて全然まだいてる状態なんですけどね、不思議ですよ。まあだから、まあ、確かに年少組だったし最後までいるって、ここまで残ってるっていうのはすごいなっていうたすごいよねいや逆にもう11年目とかにもなってこんなに応援してもらってるのって本当に嬉しいなって思うし、本当、そうだよ、私もロビーの壁写見てわー減ったな思いましたね本当に。そうですよ、もうここからはねバトルロワイヤルですから生き残りゲームですからね葵と私だって思ってなかったな、待ちぶりはねいるけど、戦うなよって間違いない、本当にどちらが残るかって不思議、葵のファンの人も思ってなかったのかな、葵が残るって。千織もすごいよね、千織本当にすごいよね、下野だってこう同期がいなくなるわけじゃん、その AKB に移籍ってなってさ、同期がいない環境の中で千織って3年目ぐらい4年目、3、4年目ぐらいでさ移籍してさ、そっから7年ぐらいってことでしょ、同期がいない環境で7年も頑張ってたのって本当にすごいと思う。シモノはやっぱ同期がいないと本当に何にもできないから何にもできないし、同期がいないと絶対ここまで残ってなかったからマジですごい、さすがだね。それだけ周りにも恵まれてね、すごい素敵な環境だからできてるんだろうなとも思うし、すごいなって思ってる。誰が最後になるんだろうねすごい本当に湿気ですか、これは本当に前髪の調子が悪い。そうだね、千織の人柄の賜物というか、もうここからは本当にもうどちらか一人になるなんて寂しすぎるから、葵一緒にやめようねって感じてか、なんならもうなっちゃんも3人で同時が良かったなって本気で思ってる葵さん一緒にやめようって一人になるのは無理だよって感じ。いやーまあ一生はこちらの心が持たないそんなもん、私が持たないからやめてくださいすみません、ここで私から発表があります、いや私からも発表がありますって同時でやりましょうそうだね、やめるのも辛いしてか寂しいし、残るのも寂しいよね なんかね、いやなっちゃうにずっと私聞いてた、で卒業するってどんな気持ちってでもなっちゃんも最後まで実感ないって言ってたしな、
でもやっぱ我々がこう見送った数が見送った人数がやっぱ多いから、その見送ってたからそっちの立場になるっていうのが不思議って言ってた。確かに不思議かも。へえ、どんな気持ちなんやろうなーってすごいね、寂しくなっちゃうな。でもね、まあ新しいというか、まあ、新しいといっても私たちはもう感覚あれなんだろう、もう同じ、もう楽しいんでやるしかないけどね、これからの HKT もどんな感じになるのかなっていう、次のねコンサートもまあ寂しいが私は強くなっちゃうような気もするけど、それだけじゃダメだしなって感じで、うん、次のコンサートも楽しみにしていようかなってどんな感じにどんなことを思うんだろうかっていう、すごくそれは楽しみではあります。幕張もだって1ヶ月後ぐらいってことでしょ、10月16でしたっけ、もう分けてしまえ、10月16でしょ。ねえ、10月16ってことはもう1ヶ月ちょっとってことでしょ。わー、どうなるんだろう楽しみだな。寂しいかな、やっぱり寂しいかもね。来月だしってなったらもうやっぱ周年まであっという間かもしれないですね、やることがたくさんで。だって周年ね、たくさん2日間、え、カメラ席あるんだ、今知ったえ、幕張カメラ席あるんですかそうなの初めて知ったわ。へえ、うわ、なんかさ、すごいイベント尽くしじゃない？撮影タイムも復活するみたいだよ。へえ、やばい、気をつけないといけないじゃん、いろいろ結構、そっか、へえ、どう顔気をつけないといけないってで事故顔を減らすためにそうですよ。そうなんだ、カメラ席あるんだ、今知ったわじゃあ、事故が気になるよ、やめてってもう載せないでって感じ。そっか、だってもう、じゃあ来月コンサートしてもう周年でしょ。ちなみになんですけど、11月、どっちが市民会館でどっちがサンパルスでしたっけいつがあれでしたっけ、先が市民11月26が市民会館で、あ、周年当日が市民会館なんだ、
サンパレスは平日なんだ。28がサンパレス。へえ。へえって、いや把握は把握してる、把握してる。周年コンサートできるの嬉しいね。なんか10周年の時、まああれは素敵だったけどね。あれはあれでとか言ったらめちゃくちゃ上から目線みたいな感じだけど、なんか10周年、まあぜ、まあ仕方ないんだけど、まあもうちょっとなんかね、なんていうのかな、豪華な、せっかく10周年だし、なんか豪華なことしたかったなーっていうか、そのって思ったけど、でもなんていうのね、でも劇場っていう一番大事な場所でやるセットリストもなんか素敵だったし、あれはすごい素敵な周年だったなーって思って、でもここで11周年でコンサートっていうのがねできて、なんだか非常に嬉しいというか、いいなーって思ったやったなー、嬉しいなーっていう気持ち。楽しみかも。どんなことするんだろう。コンサートいっぱいじゃん。わあ、あっという間に年末になっちゃいますね。なんか私たちにとっての年末って周年って感じがするな。周年だって、もう周年終わったらもうあっという間に年越しみたいな感じだから、わあ、あっという間じゃん。今年ももう終わるっていう気持ちになっちゃった今。終わるじゃん、もう年末じゃん、怖いんだけど。1年終わるの早くない？不思議。そうだよね、年末ってやっぱみんなも忙しいからね。そうだね、周年終わってあっという間に年末になって、で年明けて、まあ、ちょっとそこで、まあ、春とかにもし、まあ今までだと結構コンサートとかやってたからリハーサル始まってあっという間に誕生日みたいな、すごーい。1年早くない？てかね、本当に過ぎるのが、1日過ぎていくのが早すぎてめちゃくちゃ怖い。だってついこの間ショールームしたと思ってたんだもん。あっという間だよ、この間だったじゃん。2ヶ月だなんて聞いてないよ。怖いね。いや本当にそう、この間ショールームしたもん。本当にそう。知らなかった。反省した。そっか、今日はなぜショールームしようと思ったのかっていうと、あ、だから普通になっちゃんとゆいちゃんの話とか、本当はメールにももちろん書くんだけど、なんかまだこう喋ってないと整理つかないなって思って、まあ、結局整理なんてできないんだけど、そうで、あ、やろうと思ってやろうと思ったら台風来てたっていう、悲しいよね。そういうことです。
そう、なっちゃんからのメールをね、あの昨日来てて、あーでも読んだら大変なことになるぞと思って読んじゃったらこれ本当に泣いてまうやんと思って、でね、まあ多分名前順とかもあるかな、わかんないけど、まあ、たまたまだったと思うんだけど、そんな意識してないと思うけど、最後に来てわあ、これはあの読んでしまったら大変だと思ったからお見送りまでして、その寂しいメンタルのまま読んで、あーってなりました。そう、でもいつもそうだけど、同期が卒業するっていうタイミングで、その残ってる現役の HKT 現役の同期で集まる機会をいつもくださるから、そうね、やっぱさくらが辞める時ぐらいからかな、さくらとまどちゃんが卒業するぐらいの時から、これどんどん少なくなっちゃうなっていう時ぐらいから、すごい同期で思い出をたくさん作るようになってきて、まあ、その前からそうだけど、なんだろう、もうさくらが卒業するってなったら、まあこれはみんなでなんか意識してたけど、できるだけ同期で一緒にいようっていう感じで辞めるまでに、さくらはやっぱりこっちに帰ってきてから、あの何、卒業するまでが早かったから、その間にやっぱたくさん思い出作ろうってできたから、なんかそれ以来かな、なんかたくさん集まるようになる、まあ前々から仲は良かったし集まってはきたけど、うん、集まるようになって、うん、そっからね、シゲとかね、辞める前には必ず、誰かが辞める前には必ずみんなで集まる機会っていうのを作るにしてて、では3人になってからは、うん、なんか同期っていう感じはもちろんあるけど、3人って感じが強くて、ね、まあ、しかもやっぱり人数少なくなるとやっぱ集まりやすいじゃん予定合いやすいし、だから確かに3人になってからご飯も行くようになったし、喋るもなったし、うん、それにこそで YouTube でね見てくれましたか一期生でね、私はなんか動画を作ってくれるということで、あれで、そう、ああいうその機会をもらえて、同期でそのなんかね、思い出を作る機会をもらえて、いろいろお話できてよかったなって思いました。一口餃子がマジで美味しかったでもすごくない、なんかね、あのねあ、これ卒業公演でも言ったけど、なっちゃんは私が洋菓子持ってくる、葵は、まあ、和菓子持ってくるんじゃないかって思ったから餃子持ってきてて、で私はでも葵からの連絡で、そのそう、お土産のね息がぴったり合いすぎててバランスが取れすぎてたのよマックしようかなって迷ってるって、当日のあの
マックが食べたい気分みたいな葵から来てて、あ、マックなんだって、そこはちょっとだけ意外というか、まあでも最近葵和菓子が好きだから、お和菓子なのかな、じゃあ洋菓子にしようかなってなっちゃう。絶対にお酒のつまみ系だと思って、しかも餃子だろうなって、なんとなく餃子だろうなっていうのがあって、それで、ああ洋菓子にしようっていう、したらマジでその通りっていう、すごい11年ってこういうことやってなりましたすごくない？でしかも その葵もすごくて、なんかてかそのなっちゃんもそう思ってたっていうのがすごくない？なっちゃんも私が洋菓子っていうのを思ってたっていうか、同じこと思ってたんだみんなみたいな感じなのがね、すごかったし、葵は葵もすごいんですよ。葵はあの服がね、私となっちゃんがワンピースだと思ってたらしくて、じゃあズボンにしようって思ってたんだって。そしたら本当にそうだった、私となっちゃんワンピースだったわーすげー11年すげーってなりました。すごいさすがですね、もう話さなくったって分かっちゃうんですねこれはね傷すごくない？うわもう一緒にいすぎてってこういうことかみたいなすごいなーって思いましたね。でそのね YouTube を撮ったのが結構、まあでももう卒業まで1週間切ったぐらいの段階で、ん？もうちょい前かな、その YouTube を撮って、その後に別日にラジオも撮ってくれて出てくれて、だから本当に最後は結構何3人で過ごす時間をたくさんもらえてよかったなって嬉しかったなって思いました。そうラジオが後なのよ。でしかもあの編集がちょっと遅くなっちゃって、まあ仕方ないんだけど、大ボリュームだったし、それに、まあ、お一人で編集されてたので、その本当はラジオの前に公開する予定だったのかな、だったんだけど、まあ、間に合わずで、ラジオが先に公開されの YouTube が後で公開って感じだったんですけど、千織がショールーム配信でシナモン元気にしてるかって言ってたよ。だってうわーなんか会いたくなってきちゃった。千織元気かな、千織まあ元気だろうね元気だろうな。見たよ、粗品さんが千織のことを話している YouTube を見たよ私嬉しかったっていうか、まあ千織は昔から面白いけどねってそんなの知ってますけどねっていう気持ちで見てましたよ。そんなのもそんなのこっちはもう途方に10年前から知ってますけどっていう感じで見てましたよかったと思って、すごいすごい人にね見つけてもらってこっちまで嬉しかったね。すごいよ、しかも AKB で頑張ってるんだなって楽しみにしてる、すごく。って言っといて誰か
ねえ、やっぱ同期のいいところはね、同期が一番知ってますからそうなんです、よかったねーと。なんかあったかな、あなんか話さなきゃいけないことあるかな。そうだね、あまだあるじゃん、こっちかな、おしゃべり会オンライン握手会の受付、こっからまだいけるのまだいけるの、こっからあるじゃん、バナーみたいなやつ、まだいけるの、いけるんだって、イエーイ受付中だよ、関東がラスト、再販中ですって、いけるってよやったね、横浜24、25ですかね、こっちかな、ぜひぜひ。サイヒくんにの振り替えもまだいけますよ、だって今回は関東ラストですって、わー来た方がいいんじゃないのってまあ福岡の方もお待ちしてますし、福岡の方もできるのかな、関東絶対に来てよ、みんな来てほしいな。ちなみにゆきちゃん25日のおしゃべり会完売してます、うわだってよ、すごそうなの、いつの間にやら、マジでありがとうございます、来てほしいな来た方がいいんじゃないのそうなんだ、嬉しい、25完売してるの、福岡もいくつか完売出てるようだって、いやありがとうございます、嬉しいやったね、25買おうとしたら完売してたので、24も押し込みます、やった、24も一部しか残ってないので、皆さんお早めに出して、皆さん宣伝上手ですねすごい、それ欲しい情報がどんどん来る、ありがたい皆さんのおかげで成り立っております、すごいよ皆さん上手です下野のこのね、そうね、もう手伝ってくれてありがとうございます、いやーん嬉しいです、すごい皆さん宣伝上手でありがとうございます、すげえ、あらそんなに完売出ていただいてるんですか、ありがとうございます、なんて嬉しいんでしょうそうなんだ、すごー、なんかおしゃべり会って久しぶりじゃない、もしかして写真会だったっけこの間ね、会えるのもしかして久しぶりなんじゃないのね、ハンちゃんが来てるってよ、ハンちゃん、ハンちゃんが来てるの、本当に偽物ハンちゃんじゃなくて、ハンちゃん本当なの、ミスって入っちゃったんじゃないのハンちゃんいるの、ハンちゃん初見なの、初見だろうね、久しぶりやったしあんちゃん最近ね、おしゃべりす、あ来た、あんちゃん見っけた、これ本物ですか、へえ、小田のやつ使ってんだいや
あんちゃん、あんちゃんはね最近ね私のこと盗撮するんだよね。なんかなんで小田のアイコン使ってんの。面白っ。なんかね、ハンちゃんに会うとハンちゃんにいつも盗撮されるんですよ。なんか知らん、撮られてるんだよね。しかもなんかあの盗撮っていうか、あの私にバレながらなんか私のことをこう、私がこう見てる、私と目合った状態でここに携帯構えて撮るんです。面白すぎるんでしょ。ハンちゃん撮ってんの今みたいな。保管してます。保管してます。ハンちゃん、ハンちゃん保管してるんだ。いつ出されるのかな。出さなくてもいいよ。あんま、あー面白い。そうなんだ、面白いな。ハンちゃん、ハンちゃんって小学生なの、もしかして。ハンちゃん小6だっけ。そうだよ、私はハンちゃんに弱みを握られているから。ハンちゃんは小学生でしょ。もう寝なきゃいけないんじゃないの。でもね、ロッキーの中だと最近ハンちゃんと一番喋ってるかな。っていうか、うん、そういう絡みをしてくるから喋らざるを得ないでしょ。そうなんです。でもロッキー生ともうちょっと喋りたいなと思って。なかなかね。え、2011年2月27日生まれなの。すごっ。やっぱすなんか自分が入った年って、自分がもうアイドルしてる時に生まれた子が入ってきてるっていう現状すごいよね。すごいよな。怖いよな。どういうこと。昨日じゃんってね。2011ってすげえ。すごいよマジで。怖いよね。すごいよね。ダメージ食らったわ。面白いな。かわいい。もう出てったんだろうね、ハンちゃん。もういなくなったんだろうね。現れなくなったから。すごいな。そうだね。でもすごいよなって、これしか出てこない。面白。まあでも13歳で入った私も若かったよね。あ、シナモン写真館してもいいですか。まだいたんだ、シナモン写真館って。何、大丈夫そう。そんな写真館、何それ。ちょっとまだ保管しててほしいな。いつか写真館していいから。需要あればね。でも写真館するにはまだ写真足りないでしょ。シナモン写真館もうちょい待ってて。そうね、いつかやっていいけど。いつかやっていいけど、まだ 2,3 枚でしょ絶対ね。おもろ。いつかやっていいよ。面白いな。
うん、それそうだね、ためといてそれまでに。スナム写真館できるぐらいまでよろしくね。まだ 2,3 枚なんだよね。きっとわかんない、私が知らない間に撮られてるかもしんないや。そうね、でもうん、知ってるよ、この流れでハンちゃんのモバメを撮ろうとしてる下のファンがいるっていうのは知ってる。うん、そうだね、うん、非常にそれは悩ましいというか、非常にこれは考えなきゃいけないことです。非常にこれは考えなきゃいけない案件だと思います。そうだな、どこまで許すかだよね。どこまで、うん、どこまで許すかっていうのを、そろそろ LINE をね考えないといけないですよね。うん、そうなの、まあ下野推しのいいところなんです、それは。みんな HKT 全体を好きで言ってるくれるっていうのは本当に非常にね、下野推しの素敵なところですよ。ありがたいしね、こちらもその方が嬉しいし、嬉しいんだけど、やっぱあ、だからあれですよ、そのまあこの間のラジオでも言った通りなんですけど、パーセンテージそのね、わかりますか、あのパーセンテージの方を考えていただきたいと思います。本当にあのかけ下野にかける時間とお金とお金と気持ちととかね、頭の中とそのそこのねパーセンテージですよ。そこがやっぱ大事じゃないですか。そのパーセンテージがちょっとね、なんかあれおかしいなことになってるんじゃないかなっていうことになると、もし下野推しを名乗るのはちょっといかがなものかという気持ちでございます。本当に下野さんが全員のまま見とってるから仕方ないっていう。時間パーセンテージ大丈夫ですか、皆さん考えてらっしゃいます、大丈夫かな、大丈夫ですかね。過半数だったら、過半数だったらいいっていうのもなんか不思議な、なんでこっちがそう提示しなきゃいけないんだ。ね、わかるっしょ。そう、うん、まあまあ、まあまあ、まあ応援の仕方っていうのはいろいろありますから、いろ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 ありますからね。それこういう応援の仕方したよっていうのも、まあこちら側から言うのは本当におかしな話っていう感じなんですけどね、どんな応援でもありがとうっていう気持ちです、気持ちでいますよ、もちろん。どんな応援の仕方でも応援してくれるだけでありがたいという悟りの域に私は入ってますから、全然そうですね、でもこちらから言うのはおかしいなっていう気はしてるしな、言わずとも分かってほしいっていうのが一番の言わずとも分かってほしいよ、本当はね。うんうん、一番それ、うん、言わずとも分かれよっていう気持ちでございます、はい。まあでもその分ね、あれです、やっぱりまあ末永く応援していただくっていうことですよ、結局。下野がもし卒業したとして、卒業したとしても、あれです、下野はまあこの、まあ、表に出るって言ってますよね、うん、ってことでございます。だからもう、まあ、すいませんけど、本当に下野が表に出続ける限りは応援するということでございますよ。
し、あのその際もやっぱパーセンテージっていうのは気にしますよ私は。うん、そのそうなったとしてもパーセンテージはちょっと見させていただきます。すいませんね、よろしくお願いしますよ。本当に定年なさそうだって。そうですそうですね、うん、それはまあ仕方ないです。それはまあよろしくお願いいたしますよっていう気持ちでございます。結婚しても終わらないのそれだね。あ、シバの結婚するとき来んのかなっていう気ありますけどね。まあどうなったってそうです。生きてる間は、で島野が表に出てる間はお願いしますって。どちらかがいなくなるまで押し続ける。すごい。それバトルロワイヤルだね、これこそ。どっちが先かのやつですよ。ほんまもんのバトルロワイヤルみたいな。本当におもろ、至る所でバトルロワイヤル、シモノが先かオタが先かなんて。面白い。どう考えてもこちらが先だって。わかんないよ。そうですね、バトルロワイヤル状態でよろしくお願いします。どっちが先かなっていう。おもろいな、誰が最後まで残るかっていうね。あ、1期生が卒業したら2期生に推し変なんて。あれ面白かったな、なっちゃんがさラジオで言ってた、あの次誰推せばいいと思うみたいな、いやファンの人たちになっちゃんがちょっと若めのねメンバーをこうしなんかおすすめして、で次戻ってきた時にそのファンの人が、うん、決めたよって、シナモンと葵を応援するって。同期なんだ。面白かったな、以上ですね。一期生のこと応援してくれるんだって。ありがとうございます。見てるかなその方。シモノのこと応援してくれてる。ありがたいよ。そうやめてくれ、なに、やめてやめたメンバー、卒業したメンバーのファンの同期のね、卒業したメンバーのファンの方も応援してくれるんだっていう、面白いけど分かるわ、だって分かるんだ。じゃあもしこのバトルロワイヤル状態で葵か私かみたいな、この状態の時にもしよ、もし葵が先に辞めたら葵のファンも私のこと応援してくれるか、もしやもしかしその逆に私がもし先に辞めたら下野のファンは葵のことを応援してくれるってこと、なっちゃん推しは一期生は家族だから応援してるよ。温かすぎでしょ。すごいね、うわすごいわ。まあでも下野はやめても表に出るので、下野推しは葵に流れることはないということですかね。申し訳ないな、下野が先にやめたとて。まあでも応援はね、どちらが先でもね片方応援するっていう感じで。よろしくねっていう。自信えぐい。まあ信頼してるんでそこの部分はね。かわいい、夏美ちゃん卒業しちゃったけどゆきちゃんのことずっと応援してますだって。はあ、
かわいいね。ねえ、すごいな。ところで私は結構もう喋った気持ちなんだけど、どんぐらい喋ってますか？お水飲んでいい？うん、やばくない？え、ぴったり22時ですか？え、すごない？ね、怖い怖い怖い。うわー、私ってマジでこの才能あると思う。ショールーム中の体内時間すげえ。すごくない？天才だよね。うわー、特技だよねこれ。怖い怖い。すごいなこれ。え、マジで天才かも。じゃあちょっと人数がちょっと2000人までいったらやめようかな。すごっ、マジですげえ。ふう、あと15人。すごいな。実はテレビで確認してる説。してないよ。ここには本当に何もないです。時計が何もないです。私はやっぱ反省したので、反省したって言っても次いつだろうね。次いつになるか分かりませんけど、2ヶ月は、うん、2ヶ月はないようにしますよ。2ヶ月空くのはね、さすがにやめておこうと。次は年末かなっつって。ああ、確かにインスタライブしようかな。ちょっと10分ぐらいインスタライブするかもしれません。それでは、あ、ランキングを読みたいと思います。そう、ラジオあるからだよね。ラジオあるからさ、すいませんお風呂がちょっとうるさいです。そう、ラジオがあるからなんか喋ったなっていう感じしちゃうんだよね。それでは、生活音がすごいです。それでは読みたいと思います。13位からいきます。13位、みむみむさん、ありがとうございます。12位、くずぴょんさん、ありがとうございます。11位、森健銀河さん、ありがとうございます。10位、マシャさん、ありがとうございます。9位、トールさん、ありがとうございます。8位、しんみりょうかっこシナモン亀吉さん、ありがとうございます。7位、シナモモンガさん、ありがとうございます。安心した。6位、サラリーさん、ありがとうございます。5位、キジトラさん、ありがとうございます。4位、マカちゃんさん、ありがとうございます。3位、長森有彦さん、ありがとうございます。2位、カンカンさん、ありがとうございます。1位、ナックンファイブアットスパイシーシナモン茶さん、ありがとうございます。ありがとうございます。本当に、いや、楽しかった。久しぶりに喋って楽しかったです。じゃあちょこっとインスタライブしますんで、まあもしよければ見に来てください。じゃあバイバーイ。